ネズコ来い。ネズコに口出しするな。いやいや、お前守れ言ったやん。ネズコに触れるな。触れてない触れてない、触れてはないよ。テツコ早く乗れ。テツコって言ってる。マスギ人間オー。どうも皆さんこんにちは、プリッツです。ということで今回はですね、アマルと一緒に鬼滅の刃で大人気のネズコちゃんと一緒にやっていきたいと思います。ネズコちゃん、ネズコちゃん、ネズコちゃんや。ネズコちゃんだ。ネズコちゃんどこ。ほえ、ネズコちゃん。フーティコちゃん。フーティコちゃんはちゃルパン三世。それはフーティコちゃん。ネズコちゃんこれ、ネズコちゃんどれ。おおっさんやねこれ。ちゃうね、今これ血気術使ってるやんな、ネズコ。ああそうなんやな、せやな。確かに確かに。ネズコちゃんどこへ行きたい。リテールローでもいい。いい。うん、オッケー、リテールロー、オッケー。オッケーって言ってた今、わからん。俺な、ねずこちゃんのな、言ってることわかるねん、炭治郎やから。わかるんか。うん。善逸ねずこ。お、ごろ、増えてる。ねずこ言える単語増えてる。ふじこ。ふじこって言ってる。自分でさっき言ったのに、ルパン三世って。ぶしこ。ぶしこ。ぶしこはわからん。なんだろう。武士道。武士道、武士道はモンハンダブルクロスのスタイルの一つ。ちなみに武士子は俺もわからん。あ、そうなんだ。うん、ここ一切言わんといて、自分がわからんかったんで。すまんすまん、ネズコ大丈夫かそっち。うん、うん、あのフンだけじゃなくてフンフンって言ってんネズコ。フン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 、オッケーオッケー。ちょっと迎えに行くわな、そっち行った方がいいの。うん、オッケー。敵おる、ネズコ大丈夫。うん、オッケー、おらんみたいやまだ。あ、おらんの今の。うん、おらん言うてる。あ、ほんま。ねずこ今日はご飯食べたんか。うん、うん。あー、そうか、オムライス食べたんか。オムライス今のオムライス。うん、敵いる時と同じだったけど。すごいな、すごいな。うん、お前がすごいよ。ねずこ。うん、あそうか、そうか。電車はな、今度見したるから、列車はな。列車一緒に見る約束してな、俺らとな。うん、お前、お前あれやで、今大半違うのに今俺完全に視聴者目線やで。置いてけぼりや、それと同じだよ。じゃあお前も喋ってみろ、一回一回喋ってみたら分かるって、俺がやってること。あ、そういうことか。一回なんかまだちゃんと喋ってないな。うん、一回ちゃんとねずこの気持ち考えて話しかけてみ。日本語は分かる、さすがにそれは分かるか。理解はしてくれてるんだね。銃声、銃声、銃声化した。ねずこ俺だよ。うん、今日もいい血気術だ。これがまるでねずことは誰もわからんだろう。確かに確かにわからんだ、うん、あ、期待してるんだ。そうだ、すげえ。あまるもなんか喋りかけてみろ。そうだね、話してみるわ。うん、じゃあねずこちゃん最近はさ、家でどういう感じで過ごしてるの。うん、あ、ちょっと待って、わかってきたかもしれない。え、待って待って、わかるやろ。待って待って、え、はいはいはい、待って待って、もう一回さっき言ってたことを教えて。うん、もしかして、え、もう一回て。おお、ほら、プリッツ全然わからん。ごめん、待て、こいつ何わかるもんちゃん。やだ俺こいつ、だいたいわかるもんちゃん。ふんふん、いふんふん言うて、うるさいわこいつ。本物のねずこなんかな、これ偽物やったらただのおっさんがふんふん言ってるだけやで。いや、ほんまやで。まあそのねずこが本物やないにしろ、俺のねずこちゃんっていうことには変わりない。いいのお前おっさんでも中身。うん、ええね、表面上がねずこやったらそれでええね。表面上おっさんだって言うんだから見てみろお前表面。うん、ええー、ね、どういう感覚なの、マジ意味わからん。ねずこ、うんうん、次のアンチが遠いから俺についてくるんだ、ねずこ。うん、さあ行くぞ、敵がおったらすぐ教えてや。じゃあ俺がねずこに質問ある場合はさ、プリッツ経由しなきゃいけないんでしょ。あ、そうそうそう、まあ、めんどくさいな、うん、まあまあ頑張ったら聞き取れるから、うん、お前もな、聞き取ってくれてもいいけど、わからんかった俺に通してみ。わかったわかった、ねずこちゃんはフォートナイトよくやってる。プリッツ教えて。まあ最近始めたけどめっちゃハマってるから結構やってるっちゃやってるよって。でもまだそんなに上手くないから、あ、長い。そうそうそう、だけどまあでもプリッツさんの動きを見て、長い、まだ話す、まあどうだろうな、ボックスファイトとか結構やってるんだけど、でも編集がちょっと難しくて、建築はできるんだけど、でもなやっぱエイムがちょっと難しいから、スナイパーとかで挑戦しようかなと思ってたんだけど、前まではね、前まではそう思ってたんだけど、まあやっぱなんだかんだ
やっぱこう基礎さえちゃんと学べば上達早いかなみたいなことになったんだよね。すごいって言ってる。すごいね。うん、あ、長っ。1聞いたら1200書いてた。何？そうそう。すごいじゃん。ねずこちゃん何でも教えてくれるから安心して。そうなんだ。質問、あ、物知りなんだ結構。そうそうそう。じゃあ結構最近世の中がさ暗いニュース多いけど、ちょっと収束するのかなこれは。うんこって言ってるわ。マスギ人間。もうちょっとしたらトイレあるから我慢してな、ねずこ。あ、そういう感じね。うん。あ、催してんのね。そうやね。人間のな肉食べへん代わりにちょっとなうんこ用するんよ。寝るんじゃねえんだ。寝ろよもう。めっちゃ走るこいつ。走り方すごい見て。この前の走り方見てごらん。ねずこの走り方。ガーって走ってみて。お前。グンってなってんだよ、ね、お前走るの下手か。あんまおらんぞ。ゲームで走るの下手なやつ。あ、ねずこ。ねずこ撃たれてる。下がってねずこ。ねずこあそこにトイレがあるから。ねずこほら。ここに入るんだねずこ。お兄ちゃんも一緒に入るからな。いや気持ち悪い。入んなよトイレは。おいお前も入れ早く。俺も入れ行くわ。よし。え？よし。これテレポートしないん？あ、しないパターンのトイレ。おい中身地獄絵図やぞお前今。おっさんとデッドプールとおっさん。地獄だよ。いれ！真剣だ。任せろ。俺がガードする。やった一人。ねずこお前は下がってろ。お兄ちゃんが全員やってやるから。なんで棒読みやねん今。やってやるから。俺とねずこの絆は誰にも引っ裂けないと見せかけて。後ろから撃たれてる。まだねずこ来てる。もうちょっとで、あれなのに。な、倒した倒した倒した。ナイスナイス。ねずこ倒したぞ。大丈夫か。倒したことは分かるやろお前。ねずこもお兄ちゃんが守ってるからな。さあ行くぞ。ねずこ、ボートで行くかヘリで行くかどっちがいい、答えろ。うんうん。あ、まあねずこが言うなら仕方ない。どっちだろ。走っていくって。走っていくの。どっちだな。強情。ねずこまあそこで待ってろ。冗談はそこまでだ。兄ちゃんがヘリを取ってきてやるからな。ちゃんとそこのデッドプールに守ってもらうんだぞねずこ。ねずこオッケー俺が守る。おいねずこが嫌がってるぞ。うん、確かに俺も感じた今。俺が守るって言ったら返事ないってなる。ねずこが嫌がってるぞ。おいねずこ来い。ねずこに口出しするな。いやいやお前守れ言うたやん。ねずこに触れるな。触れてない触れてない触れてはないよ。テツコ早く乗れ。テツコって言ってる。テツコ。テツコって言ってる。テツコやん。お前がテツコって言ってしまったなら。だってお兄ちゃんやろ。テツコやん。金ケツコ行くぞ。金ケツコって言ってる。金ケツや。絶対お金ないんだ。ちょっとここで待って。あのトランポリン取りたいから、あの絶対降りないでね。一瞬トランポリン取るだけだから。レッツゴ。その人の言うことを聞くんだ。きっと君を守ってくれる。降りちゃいけないよ。あ。レッツゴ。俺らちゃんと降りなかったけど。完全に事故って大丈夫だねずこ早く乗るんだ。ねずこ大丈夫だ。兄ちゃんが守ってやるから。楽しいって。確かにせっかくならこの状況を楽しむ方がいいかもな。めんどくせえなこの兄弟。ちょっと待ってねずこ、怪我はないか。お腹が痛いか。女の子の日ねずこ、俺新しい呼吸を覚えたんだ。キングダムに伝わるあの教会が使っていたあの呼吸を使う。トーンタンタントーンタンタン。わかんないよな。トーンタンタン。トーンタン。マスギ人間。行くぞ。続け。はっ。行くぞ。うわー。ねずこ行くぞ。おい戻ってきたぞ。おい戻ってきたぞ。なんでだよ。ねずこ見てこら。ほらこれが僕の金玉。行くぞ。俺に続け。やるか。はっ。よっしゃ。ねずこ全然ないけど失敗してるよねずこね。ねずこついてきてるか。どうだねずこ。空は気持ちいいだろう。おいなんだこの匂いは。鬼がいるぞ。ねずこ後半に来て急に匂い嗅ぎ取ったな。ねずこあれ鬼じゃねえよお前。兄ちゃんから離れるな。ラッパーだよあれ。鬼っぽいけどな。確かに鬼殺隊からの支援物資か。ちげえだろデッドプールだよ。ねずこ自分が鬼だからってあまり無茶するんじゃないぞ。一切してないけどね。残りの敵はあと一人だ。俺目線一切してない無茶は。なんだこの鬼は。でかすぎる。いや鬼じゃないってこれ。鬼じゃないこれ。ねずこ血鬼術バケツをやれ。やるなよこんなのに。お前こんなのにバケツ使い損だよお前。
ネズコ早くやるんだ。じゃなきゃ君この動画で一言も喋らないやつになってしまうぞ。あいつにバケツを使うんだ。ネズコバケツやってくれないとこの人死んじゃう。ネズコほらやってあげて、バケツほらあれあれ死んじゃうよ。え、バケツ、おおおお、すごいよすごいやん。ネズコなかなかやるやん。ほんまにできると思ってなかったわ。タイミング的にネズコのバケツのおかげでビクロ取れたみたいになってるやんこれ今。おナイスやん、さすがやな、見直したわ。通じとる。めっちゃおもろいやん、その冗談。この一戦を通じてネズコの言葉が分かるようになったみたいやな。